疲労回復が早くなる。暗号の。こんにちは、ドローンクラッツアミルトの時です。今日はですね、伊吹山に行った時のバックパックの中身を紹介します。パッキングですね。で、今回はですね、日帰りで行ってきたんですけど、まあいろいろ反省する点はありました。で、まあこれで中国のまあほぼほぼ激安のバックパックで行ってみたんですけど、で全体で10キロだったんですよ。でかなり重たくて、でこれ前に紹介したんですけど、パッドがねめちゃくちゃ薄いんです、ペラペラなんですよ。で肩にも食い込んで食い込んでめちゃくちゃしんどかって、まあこれも結局ダメだったんですけど、でやっぱし、まあ、超軽量のまああんまりその名の通ってないバックパックに関しては一応多分まあ低いリッター数ですよ、40とか40以下とか、であんまりこういうパッドとかがしっかりしてないやつとかは多分5キロ以内の方がいいと思います。5キロやったらすごい食い込んでもうかなりしんどかったです。で結局トレッキングポールもやってたんですけど、ここがね日被害でここが食い込んで、もうねこれをやるのも上げるのもどう言ったらいいんですかね、しんどくてもう最悪でした、とりあえず。だからこういうペラペラのやつは5キロ以内、もしくはなんか何かしらこのパッドを太くしてやられるっていうことをされた方がいいと思います。でまあそもそも日帰りで10キロっていうのは僕が撮影機材結構多く持って行ってるんですよ。で撮影機材結構重たいんで、そんな感じですね。なのでもうその名の通りドローンクルーサータビビトっていうのはドローンも持って行ってますんで、それは重たいわっていう話で、まあでまあまあでも経験になったんで、あんまりこういうペラペラのザックで10キロとかはあんまりおすすめはしませんね。まあもちろんそのもっとしっかりしてるやつとかもあるとは思うんですけど、まあそういう感じですわ。もうね凍傷でビビってるんで結構入れとったんですよ、実は言うと。でまあそれもまあ範囲の一つなんちゃうかな思ってみんなに抜かされていって、で挙句の果てに冬服でしたからね、冬服でもう最悪でして、もう全てがもう悪循環。冬服のズボンを履いてたんですけど、結局汗もびしょびしょやって、なんかねその中のね、素材にめちゃくちゃ汗が染み込んでめっちゃ重たくなって、あれはちょっとびっくりしましたけど、ね、あこんなんあんねやって。別にその服装その寒もうね凍傷でビビッとって冬服で行ったんですよ。ほんならもう灼熱でもう夏の季節の温度で、でもうすごかったんですよ。なので、まあ、服装もちょっとダメだったんですけどね、季節によってやっぱし変えないとダメですわ。冬服で行ったら死にかけました。まあそんな感じです。で結局だから行って、まあ往復11キロだったんですけど、行って帰ってきたのが結局10時間ちょっとかかってるんですよ。普通はおよそ、7時間ぐらいで行けるはずなんですよ、往復で。しかもほとんど僕山頂で昼飯とかあんまり食わなかったんで、あれだったんで、だからそこら辺がね結構
まあ、撮影の時間もあるんですけどね、あのいろいろと撮影したりとかして送れるっていうのもあるんですけど、なかなか難しいというのはね、ふと思うんですよ。僕ね、撮影ね、あの一銭もならないんですよ。別にその登録者数も1000人以上いってないし、で、まあ、ほぼ趣味でやってるんですけど、まあまあ、ほんま言うたら、まあ、できれば収益化とかもあのなって楽なんですけど、貧乏やからね。でも今何も収益は分からなくてないし、ほぼ趣味っていうか、なんかみんなに見せたいっていうのも正直あるんですけど、その別に偽善者といったことも言えへん、もちろん自分のためにも自分の趣味みたいなもんやし、いろいろあるんですけど、なんかふと、思うんですよ。俺一体何してるやんってYouTuber ね、ほんまダメですよ、ほんまに。だから全然クリエイターのこと考えてないから、なんかね、趣味でやっててめっちゃしんどいんですけど、そういう時にね、ふとね、たまに思うんですけど、まあとりあえず頑張っていきます。なんかどういう風な気持ちっていうのが伝えれないんですかね。まあまあそんな感じで、でまたあれなんですよね、収益化した収益が金のためにみたいな感じになってくる、なかなか難しいですよね。まあそんな感じで、で今回使ったのが、この前も紹介したんですけど、G4 フリーっていうところの、激安の3500円ぐらいのやつのバックパックになります。で、もう、さっきも言ったように、これはもう全然ダメです。5キロ以内がいいと思いますよ。10キロはもうかなり重たくて、もう食い込んでましたんで、これでだいぶ体力、減らされたんですけど、であと、こういうポーチもついてます。ポーチもねめちゃくちゃ難しくて、でポーチとでドリンクホルダーもつけてるんですけど、やっぱしね、こう分かります、これなんかねこう集まってくるんですよ。ほんならこれドリンク入れるときにこれが邪魔になったりとか、ね、どうにかしてほしいんですけど、ここにね何かあったりで、これがないんですよね。ほんでこのあれがないんですよ、このビューってビューって引っ張るやつ、やっぱ安物やん。だからね、ダックもね基本的にはある程度有名なメーカーさんがいいかもわかんないですね。あの引っ張りで、さっきも言ったように5キロ以内とかやったら、軽いのやったらで、まあ片道6キロ以内とか、そんなにしたら全然大丈夫とは思うんですけど、そんな感じですかね。かなりしんどかったです、これは。で、一応こういう風な感じで付け足してます。まずポーチと、まあ、ドリンクホルダー、これも考えていかないとね。で、まあ、これも改造してるんで、これいっぱい付けてるんですよ。でこれは普通の紐で、でこれはゴムの緑のもの、そんな感じです。でこれに、まずこれタオル2枚、僕念のためにいつも2枚持っていってるんで、ちょっと大きいです。あのね、タオルもめちゃくちゃ難しいんですよ。タオルも、まあ、これ普通のタオルじゃないですか。安い安物のタオルなんですけど、高いものをもちろん買った方がいいと思うんですよ。大体まあ速乾タオルとか、なんかいろんなタオルありますわ、登山用の。で、1枚2000円とかするんですよ。で高いなと思って、まあもちろんそれもせこいんですけど、ただねタオルとかがねどっか行きやすいんですよ。だからね、どういったらいいんですか、どっか行ってしまうと2000円どっか行くんですよ。要は僕これ過去2回あるんで、だからそこら辺もね結構ね、2回っていうのも4000円なんですよ。だからもうこだわっ
てタオルをするもええけど、その代わりなくさないような感じ、もしくは僕みたいにアホですぐなくすような人間やったら、ちょっとね環境の問題で申し訳ないんですけど、ただわざとじゃないんで、最近はなくさないですよ。最近はなくさないんですけど、なくす方はまあちょっと、その機能を抑えて安い方がいいんちゃうかなって、経済的にね、ほんまショックなんですよ。僕もそんなね1個2000円のやつなくしたくないじゃないですか。これほんでタオルは上の方に入れました。すぐ出せるような感じで、これも取り付けてたんですよ。でもねこれね下がってくるんですよね。これもいろいろ考えないといけないけど、これショルダーで僕ね撮影ねあんまり成功した試しがないんですけどね、なんかね あっち向いとったり下向いとったりとかするんです。しかもこれだからペラペラやから、まあそれもあるんですけどね、ここに取り付けてて、これはこれに取り付けてました。このショルダーこれがまたずれてくるんですよ。だからなんかで止めやなダメなんですけどね。しかもなんかこれ反対やねんね、こうじゃないと上向かないんで、これ反対で設置してたんです。これこれもちゃんと考えてほしいんですよ、ね、これどうなったらいいんやろな、こうやったらいいんじゃん、まあ一応ここやったら挟んだらいいけど、これすぐ外れるしね、難しいです。ここら辺がねアマゾンで買った中国のやつ、もうちょい考えてほしいね。ここだからなんで滑り止めとか、あ、まあ一応滑り止めにはなってんねや、あ、ちゃうわ、ちょっと滑り止めにはなってんや、これやったでもダメやな、なんかやらんといけないですよね、これちょっと考えないといけない。ほら、すぐですこれ、こんなんあれも入るわ、で一応バスケットで、なぜこれよう考えたらあんまりいらんよ、まあ、バスケット沼地とかやったらね、まだ釣りシーズンでも沼地とかやったらいるかもわかんないけど、これいらないですよ、ね、まあ、これを横に入れてたんです、確か。横に出たか、こんなそもそもそうか、横に出たか、絶対あれやな、いつか落とすよね。ほんで使わなかったんですよ、一応念のためにもうビビってるのバレバレやけど、1万のバッテリーか、バッテリーですね、もうこれに出てました。でこれと100均のファイアースターター、一応遭難した時のためになんかあれじゃないですか、なんか魚とか取れたら生き延びれるじゃないですか、ほんで焼いたりとかして、んで一応暇やったらあれだって、結局使わなかったんですけど、ラジオこんなことしてるか重たくなってくるんですよね、多分。で、なぜかビニールリトリル手袋、ほいでもうビビりますね、めちゃくちゃシャク、夏の気温やったら、マグマミニ2つ、
や違うんですよ、あのね、6月って僕の経験もそうなんですけど、低山でも寒かったはずなんですよ。それが結構ね、こう今回めちゃくちゃ暑くてびっくりしたんですよ。で、これ、ティッシュです。使わなかったです。で、あとは、これですね。花紙3つ。3つもいらん、なんかあの、もう、私は、あの、台の方したら、結構減るかなって。あんまり僕、次第、あの、我慢できるんですけど。発狂型でも出なかったですからね。多分栄養が足りないから。てかこれは多分ね、こっちじゃない、この内側のこれポケットあるんですよ、ここに入れてる。で、これ撮影機材三脚ですね。三脚でこれめちゃくちゃ軽いんですよ。で、これをなんでしまえへんかって言ったら、ここに360度カメラとかで撮影してるんですよ、上の方で。さっきのこの黄色の方を締めて、こちらだから固定するために、あの普通の紐を使ってるんですよ。ただこれやったらこれでもこうなってしまうんで、こっちからゴムで引っ張るという形です。ただ今はちょっと後でします。こんな感じで、んで、手袋を、ウエットティッシュここじゃなかったんだ。多分ここじゃない、ここだったかな。このティッシュのここです。ここにポケットあるんで、んでこれがこちらです。一応いつでも取れるような感じで、全然使えへんかった。でこれで取ると、でこれキャリーザさん1年のために、で、あれ、あ、最近ね、ゴムで縛ってますよ、モビロンバンド。あのなんか開くようになったんで、遭難してから。こんな感じで。ただこれね、ちょっと待って、あとこれ、ほんまは、もっと軽量なカップあったんですけど、今回日帰りで大丈夫かな、現代重たかったんですけど。で、あと、お茶ですね。ティーパックに入ったお茶。で、こんな感じで。で、これと一緒に。ここに、入れて、こうしました。で、あとこれですね、緊急用。浄水器と、で、一応念のためにノコギリと、で、
もう必要最小限に絞った、緊急キットです。でエマージェンシーシートで、これですね、これ布テープ。布テープは何でかって言ったら、あれですわ、これ何やったか、これはなんかあれ、なんかについてたやつ、よくわかんないですけど、なんかソロみたいな、よくわかんない、何に使うの。これはあれ、これ今回の関係なんですけど、これ勝手に入ってますよ、入れてるんですよ。あ、これこれチュッチュ、チュッチュ、チュッチュです。んで、これと、一応、雨ガッパー、ポンチョ型の雨ガッパーですね。これがね、軽いことは軽いんですけど、この、あれは、カバンごと覆うようにしてるんで、でこれとこれを、この下の方の、リュックの下の方の、に入れました。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、呼び人登録よろしくお願いいたします。